はい、THC です。はい、今日はですね、中古なんですけど、インテル330シリーズですね。これ、インテルが初めに出した SSD なんですけど、すごく丈夫にできます。で、まあ私はもう出てすぐ買ってですね、もう十何年前ですかね、3つをレイドさせるとすごいパフォーマンス出ました。今これをですね、120GB なんですけど、ラクマで3000円で買いました。で、これをですね、ノート PC に、入れてます。メモリーはですね、4GB 2枚を入れてます。それぐらいでちょうどいいかなと思ってるんですよね。プロセッサーが i7 なんで、早いです、これでも。このヒューレットパッカーの簡単なんですね。はい、これでもう入っちゃいましたと。で、電源と LAN ケーブルをつないで、おーい。はい、と立ち上げましょう。その前に、こちら見てください。カルダノードの構築方法ということで、ページが新しくなってましたんで、ちょっとそれをやってみようと思って、新しい SSD を使ってやったんですけど、内容的にはマイナスと変わってないです。確かにノードはもうできますよね、もちろんなんですけど、これはですね、CentOS が間に入ってたりですね、いろいろ違う OS でやるた、あのやり方も入ってますんで、すごく初心者の方には難しいです。それとこう進んでいくとですね、ビルディングノードのところと進んでいくとですね、ホームディレクトリに戻ってくださいっていうのが2、3回出てくるんですね。そこでホームに戻らないと、どん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 ディレクトリの上にディレクトリを作っていくような形になりますんで、その辺注意してください。一応Linux やられた方は分かるんですけど、ホームディレクトリに戻ってくださいと書かなくて、このコマンドの上に CD っていうのをつけたらいいと思うんですけどね。そういう部分ではですね、すごく難しいです。初心者の方には難しいです。でも和訳を見ながらですね、理解することが大切だと思います。はい。で、私の方はですね、やっぱり途中までやったんですけど、難しいということで、ウマンツですね、ウマンツの方はですね、これですね、これに焼いてます。デスクトップ日本語リミックスダウンロードっていうのが出てまして、そこの ISO イメージですね、CD に焼くイメージをダウンロードして、そこから CD に焼き込みをするというディスクを一つ作ってます。で、それを、ノートに入れて、CD-ROM ブートをして、インストールすると。Windows は全くなくなりますよ。もちろんですけどね。でも、昨日話したように、
クロームを入れれば何の問題もなくですね、作業ができますので、ぜひともですね、クローム入れてやってもらえたらなと思います。で、これ半分にして、半分をですね、これターミナルというのはですね、端末というんですね、Ubuntu では端末と言いますというとこですね。で、ここでですね、エクスプールさんの方で、作られている、体のステープール構築手順というのがありましてですね、これを使ってます。はい、ノードを作るところまでこれがすごく簡単ですので、これでもこちらの方が逆に間違いないかなと思います。それと、ノードのアップデートの時に、ステークプールを更新する方法というのはここにあるんですよね。これも昨日、おとといやってみました。綺麗にこれでできました。はい、簡単でした、すごく。だから、もう今日もこれを使って、まあ、やっちゃいましょうということで、タラタラタラっときて、もうこれはもう、Ubuntu の、20.04.1 なんですかね。まあ、これ用に作ってありますんで、何も考えることなく順番に入れていくだけです。ね、コピーしてペーストしますよと。で最初には、これデモですからね。適当にやってます。はい、もうここを3つ読みました。その次に、メイクディレクトリー MKDIR メイクディレクトリーですね。ホームの下に Git を作りなさいという命令文があります。で、作ります。これはリブトゥールですね。これは入ってますと。まあこれはきれいに入ってちゃんとインストールできるような状態になってきますんで、で今 Git の中に、入ってますよと。いうところまで、もうここまで来ちゃいました。次、カバルをインストールするというところで、ここなんですね。ここに IOHK のやつはホームに戻るって書いてありますけど、エクスプールさんのやつはここ CD が一番上に入ってます。これ見ててください。今 Git の下まで一気に戻っちゃいますんで、はい、もうホームですね、これね。これホームです。どうやって見るかというと、PWD って言って、自分が今どこにいるかと読めます。はい。僕の PC、ヒロさんの PC の中の、ホームの中の、場所におりますよ、ということです。で、次に、ウェイトを入れるのも、これも一発で、いきます。これメモリーがですね、少なかったり CPU の能力がなかったりするとデータ飛びしますんでエラーが出ます。まあそうなった場合1行ずつ確実にやっていってください。まあコツって言ったらそんなとこなんでしょうかね。意外と簡単にそのノードを作るとこまでは行くんですよね。
で、メイクインストールってなって、変顔をタイミングとかそういうのは、じっと待ってますんで、犬が餌をもらうときのようにじっと待ってますんで。それと、ウブンツを入れた時の設定ですけど、電源の設定なんですけど、これ自動で消えないようにしてくださいね。光量はもう半分にしてください。そんなに明るくなくてもいいですから、暗くしてて構わないですけど、電源は絶対切れないようにしておいてください。インストールの途中で切れるともうどこまでやってるか分かんなくなっちゃいますんで。でもうここまで来ましたね。ここでパスを入れます。 これ今12345、6行いってるんですね。 でここで止まって、エンターですね。ここまで来ましたね。エンターですね。で、ここでちゃんとカバルと GHC が入ってるかどうかのチェックをします。ここで、カバルの3.20と GHC の8.65がちゃんと入ってれば、もう、ノーズは完成と言っていいようなものですね。8.65と3.200入ってますね。で、今度は、いよいよ、ノードバージョンを取っていきますということで、これも、GitHub からフェッチしますと。ということで、1930番、マージ1930番、これが1.2.1です。これが今取れました。で、これを今ちょっと環境変数を変えてますけど、で、ここで体の濃度を作っていきますよということで、体のハスケルのカバルをインストールしていきますと。ここまで来ましたら、あとは、30分ぐらいですね。能力が少ない PC では、1時間ぐらいかかるかもしれませんけど、次の、なんていうか、この緑色の部分ですね。私の場合はヒロアット THC という名前つけましたので、これが出てくるまで、待ってくださいということです。これはもうほっといていいです。今5時だったらもう僕お酒飲みますけどね。まだ4時半ですからね。お酒飲むのちょっと我慢してですね。かといってこれをだらだら流しててもしょうがないんで、今日はここで、終了ということで、エクスプルさん、今後とも一つよろしくお願いします。